はい。さあ、始まりました。アズーリにおいでよのお時間です。イエーイ。はい、就職先、アルバイトやお仕事、お探しになっている方、皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回番組の MC を担当させていただきます、竹内渉です。はい、サブ MC の久米夏美です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まず初めにこれやんないといけないんですよね。そうですね。ちょっとね、いつもねこっち側だからね。そうなんですよ、スタッフ側だから、ね、これやったことないんでちょっと初めてなんですけど、ちょっと優しく見守っていただけたらと思います。とまず私たちマスクしてないんですけれども、はい、ちゃんとねスタジオ内感染症対策できております。演者スタッフの検温を行っております。換気50分に1回行っております。番組入れ替え時スタジオ内すべて消毒しております、除菌機器トレイルフレッシュというものを導入しておりますので、我々ねマスクなしで放送できております。はい、はい、こういうねアクリル板とかも、ね、そうなんです。ちょっと動かしちゃった、はい、やってますので、はい、はい、ご安心してご覧いただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ実際にね鳥越あずい FM とは一体どんなラジオ局なのか、はい、分かんない方が多いと思いますのでご説明の方させていただきます。はい、お願いします。はい、日本一尖った放送局ということで掲げまして、はい、2020年10月10日約2年前ですね、うん、開局をしました。はい、我々は業界最安値の価格で番組枠を販売し、誰もが平等に冠番組を持つことができる放送局です。はい、でその有名人の方、著名人の方、他に一般の方々、我々みたいなね若い人も持つことができます。はい、はい、例えば、ニッチだけど、特定の根強いファンがいる、うん、はい、他局ではできない自由な表現ができる、うん、他局では見られない MC がリラックスした姿を見られる、はい、例えば夫婦でやってる方もいらっしゃいますからね、うん、そうですね、はい、はい、あと視聴者、我々スタッフが参加してスケジュールを上げる番組、うん、はい、なかなかねこのような番組ないと思います。なかなかないですよ、はい、実際このスタジオと、はい、スタッフルームがガラス越しで見えてるので、はい、リアルタイムで、スタッフと演者さんがコミュニケーションを取りながら番組を作っております。はい、はい、このように、鳥越あずーり FM では日本一とかった放送局ということで、発言何でも言って大丈夫です、うん、あら、はい、いいんですか。下ネタだったりとか何でも好きなこと言って大丈夫です。今日も大丈夫です。今日も大丈夫です。なるほど、はい、行為行為についても基本的には NG ないです、はい、なんですけど、もう自由なんですけども、うん、特定の方への、誹謗中傷だったりとか、暴力行為はダメです、うん、はい、そこだけはちょっと禁止の方させていただきます。もちろんでございます、はい、そんな我々は他のテレビ局ラジオ局などのメディアでは見ることができないような番組作りを目指しております。はい、はい、ということで、まあ、今回ね我々スタッフが、まあ、なんで番組をやってるかと言いますとですね、はい、まあ、就職先、うん、アルバイトやお仕事を探されている皆さんに、うん、ぜひとも、うん、ぜひとも鳥越あずーり FM に入社していただきたくですね、うん、鳥越あずーり FM を知ってもらうための番組、うん、やっちゃおうじゃないかということで、はい、はい、じゃあそれでは番組タイトル、はい、もう一度やりましょうか。はい、はい、行きましょう。せーの、あずーりにおいでよ。準備きついっす、はい、今ね、はい、こちら流れております、うん、BGM こちらですね、鳥越あずーり FM のテーマソング、慣れぬものになれという楽曲になります。はい、聞き慣れておりますよ我々、ね、我々は、はい、でこの曲は、うちの、ね、会社であります、代表高橋代表が、高橋秀樹社長が、うん、作詞を手掛けました、はいはい、こちらの高橋秀樹さんというのは、まあ、某有名な俳優さんではなく、じゃないんですね、同姓同名なんですけど、うん、高橋秀樹さんが作られました、はい、そしてこの歌詞に関西で活躍されているマルチリンガルシンガー、はい、シオンさん、シオンさん、はい、こちらの方もね番組持ってる方、そうなんですよ、この方が作曲、歌を乗せて完成されたのがこの慣れぬものになれとなっております、はい、ね、本当に自然と乗っちゃうっていうね、うん、これもね、そう、覚えやすいし、で歌詞もなかなかね聞かない、いやそうなんですよ、はい、頭から自分を殺して、なんか本当の自分を殺してきたっていうすごいなかなかね、やっぱさ社長らしい歌詞だなと、はい、はい、ということで、まあね、この音楽とともに、はい、ね、ぜひお付き合いいただけたらなと思います、はい、ではですね早速、まあ、私たちがね実際にどんなお仕事をしているのか、はい、まあ、どのように生放送が行われているのかをご紹介していきたいと思います、はい、まずはですね生放送が行われる1時間前から、はい、番組 MC ゲストの方々とですね放送の流れですとか放送で使用する画像
動画、音楽、まあ、宣伝素材などですね、確認してどのタイミングで使用するのか、打ち合わせをしていきます。はい、うん、これを、鳥越あずり FM では進行と呼んでおります。うんうん、はい、でこの、ね、進行が終わったら、我々、ね、スタッフが、うん、まあ、こんな感じで放送しますよっていう我々スタッフ同士の、準備をして、ね、実際に MC の方々こちらのスタジオにお呼びして、はい、放送時間になったら放送開始するということになります。はい、じゃあそれではね実際に、うん、まあ、どんな打ち合わせをして、そうですね、どうやって打ち合わせをしてね、うん、そしてどういう風な生放送が行われているのか、ちょっと撮影をね、はい、しましたので、ぜひ動画の方をご覧いただければと思います。はい、それでは動画の方どうぞ。失礼いたします。はい、はい、こんな感じでね、演者さんに今後担当させていただきます。岡本と申します。自己紹介もちゃんとしてます。はい、これは楽屋ですね。そうですね。アズネットからの放送よろしくお願いいたします。お願いします。ちゃんと挨拶もして。本日なんですけども、スタジオ入りから2名様で。そうですね。スタジオ内にね、はい、何人入るのかっていう確認をしておりますね。これは。あの今ね、コロナ対策もありまして、4人までしか一応入れないということになっているので、その確認をしております。うん、人数によってね、マスク必要だったり必要じゃなかったりしますから。そうですね。スタッフ、かける。そうだね、これはツイッターの方で載せたり、ね、告知したりしてる。そうなんですよ。ちゃんとね、お名前間違いないかとか、肩書きどうするかっていうのをね、ちゃんと直接確認しております。まあ、こうやってね、コミュニケーションを取りながらこう番組一緒に作れるっていうのはアズリスタッフかもしれないですね。あ、でこれがなんかあれ、これ生放送のさっきの演者さんとなんか同じように見ますけど、ね、あれ同じ人間が立ってますけど、これ私だな。これね、実際な、はい、生放送中のスタッフの様子ですね。これ実際に MC の方も我々にね、すごい話を振ってくれてるんですけど、めっちゃウケてる。こんな感じでね、この方はね、あの、結構ね、あの 年配というか、はい、あのベテラン俳優さんなんですけど、こちらの方はね、もうね、下ネタ大好きで、めっちゃ俺らに振ってくるんですよね。これで、こっちでなんか、エッチな SE 入れてるんですよね。こうやって、我々も楽しむ、はい、MC の方も楽しむような形で、めっちゃ笑ってる。これがね、ずっと常に、一日中続くという感じで。本当50分爆笑して終わるみたいなことなんて、そうだね、たくさんありますからね。うん、ちゃんとねカンペを出して、うん、はい、うん、今あれですかね、番組が終わる何十分前ですよっていう。そうだね、はい、うん、こんな感じですよ。うんうん、でもっとねちょっとね、生放送なんで緊張した裏側なのかなって多分ね、うんうん、イメージしてる方もいると思うんですけど、意外とこんな感じで、うんうん、ね、ラフな感じですよね。みんなで楽しくやって、うん、まあ、もちろんね機械操作とかもあるんで、ね、そうなんですけどね、うん、それをね全然超えた面白さというのはね、うん、なかなかアズーリ特有なものではないかなと思います。はい、ということで、はい、これご覧いただいた動画のような形で、はい、放送しております。はい、はい、これが、ね、常に1時間おきのセットになってて、うん、これがどんどん番組が次々と。そうですね。でもこの俺アズリの面白いなと思うところは、はい、さっきみたいな、例えば俳優さんの番組があると思ったら音楽始まって、うん、昼からさ音楽始まって、うん、あいいだなと思ったら次エッチな番組始まったりとか、うん、したと思ったらなんかねすごい、うん、また真面目な番組戻ったりとか、なんかすごい10人対応とかめちゃめちゃいろんな番組が ね連続する。これはやっぱアズーリならではの、うん、ほんとジャンルもないし、はい、いろんな番組が楽しめます。ね、うん、はい、はい、ということで、今先ほどねどんな感じになってるかというと見ていただいたんですけど、はい、うん、実際にね、どんなスタッフの方々が働いているのかという疑問もね持っている方もいると思うので、うん、まあ、我々私たちお二人、ね、他にも、男性スタッフ女性スタッフ、いらっしゃいます、はい、ちょっと実際にね働いてみて、うん、まあ、どういう感想、どういうふうに思ってるのかなみたいな質問を、うん、しながら、進めていこうかなと思っております。はい、急にインタビュー、はい、させていただこうかなと思います。はい、まずね、じゃあ私から、こちら久米さんにね、はい、質問の方2点ほどさせていただきたいと思います。はい、そもそもなぜ鳥越あずり FM に入社したのでしょうか。おお、まあこれはね大切な質問ですね。私はですね、もともと大学でこう放送部というものに入っておりまして、まあ、そこでこう校内に流れるラジオでパーソナリティをしたり、あとイベントで MC をしたりっていうのをやっていたことをきっかけに、こうたまたま本当にコミュニティ FM でボランティアを
することになりまして、でそこで実際にこう生放送でパーソナリティをやったり、こうミキサーでねこう音の操作をしたりっていうのをやってて、で実際にこう地域メディアっていうものに関わった時に、こう何ですかね、災害が例えば起きた時ですとか、あとはそうですね、なんか地元に住んでて自分の地域に住んでいて本当に必要な情報ってこうなかなかマスメディアでは入ってこないっていうのをすごく実感して、なのでその地域密着型の情報発信っていうのはすごくなんか、まあコロナもあったおかげでというか気づきまして、なんか自分もそうやってなんか人に密着したというか、なんか本当にピンポイントでこの情報を求めてるっていう人になんか情報を提供できる人になりたいなと思って、こう探してたらたまたま見つけてっていう感じで、はい、印象に至りました。あ、なるほど、はい。じゃあそれではもう一つ、はい、まあね、女性としてももしかしたらあるかもしれないですけど、はい、まあ、働いてみてね、何か不安なこととかあったりしましたか？まあ、でもやっぱり最初はね、機械操作がどうしても多くて、こうパソコンだったりスイッチャーだったりサンプラーをしたりっていうのがあって、でもその操作がもう頭がこんがらがっちゃうというかテンパるっていうのがあったんですけれど、まあ結局ね、慣れな部分もあったり、で一番はやっぱりこの曲はその間違えることっていうよりもやっぱり演者さんとコミュニケーションをちゃんと取れてるかっていうのをあの大事にするので、なんか本当に準備できてなくて待ってほしいなら待ってくださいって言っていいよっていう環境なので、なんか今はその間違える恐怖よりも、なんか生放送で何が起こるかなっていう、なんかそういうなんか楽しみに変わっていて、なんかそういう面では本当に他の放送局とか、なんか番組ではないものなのかなっていうふうに感じますね。確かにそれは確かに本当に自分も働いてたと思います、はい、ありがとうございます、はいはい。でまあ、私はねちょっとまだ入社して間もないんですけれど、竹内さんはね結構長い、そうだね、もう1年ぐらい、聞いておりますが、逆に、はい、あの竹内さんがこう、何ですか、働いてて大変だったこととかありますか？そうだね、なんかクイズみたいになったけどそうだね、いや、やっぱり自分はもともとその舞台制作とかやってたから、機械操作とか、はい、その打ち合わせするとかは全然慣れてたけど、そうだね、コミュニケーションを取るっていうか、その、いろんな人がいて、でしかも取るプラス、はい、この決まってる時間っていうのがある、生放送50分間、で、入れ替えの時の50分間、その我々がやる時間が決まってて、その中で、いろんな仕事が例えばあったとして、それをどう、うちの局は一人で仕事はしてないんですよ、みんなでチームで一緒に頑張ろうっていうところになってるので、そこでじゃあ俺これちょっとできないからこれお願いしていいとか、これ一緒にやろうとか、みんなでこう一緒の仕事何かこう作るっていうのは、なかなかそれを一緒にやるのも大変だし、そこを一緒にチームでやるっていうのはなかなか仕事はなかったかな。部活とかはやっぱあったけど、仕事としてやるってなった時にめちゃめちゃ難しいのかなとは、大変だったな。臨機応変な対応が求められるというか、その臨機応変な対応、そうだね、だからそれもやれるようになって自分もまた新たな成長できたかなと、はい、思います。なるほど、はい、素晴らしい。じゃあ、まあ逆に、あの働いてて面白い、楽しいみたいな思ったことってどうですか？そうだね、やっぱりね、日本一尖ったFM ってことで、やっぱいろんな番組が、はい、やっぱもちろんあるわけでしょ、で、あのこれ大丈夫なのみたいなこととかある全然あるし、はい、なんかそれをやっぱ聞けるところとかできるところって、すごくこのトリゴイアズレーヘムならではなのかなと。でもちろん俺だからスタッフもとんがってるなと思うし、局長うちの人やっぱ代表もとんがってますよ、やっぱそこがやっぱ刺激を求めたくて、普通の会社にいても面白くないなと思って、やっぱそこの面白さは一緒にこの常に働いてても面白い、と思います。これはやっぱりアズリー FM のならではなのかなと思います、はい、はい、ということで、もうねすでにね魅力がたくさん溢れてると思うんですけれども、まだまだねちょっといろんなスタッフがいて、そうだね、はい、紹介していきたいんですけれど、ちょっとここでね一つ、うちではこんなことができるんだよっていうのをね、見せつけようじゃないかということで、今ねだってスタジオで我々がいるんですけど、そうなんです、来れないっていうか、今このコロナのことがありますから、ズームでつなげれるということを我々と中継もできちゃうと、はい、中継です、なので外の台風でもやれちゃいます。お、はい、じゃあ怖いものなし、実際にねズームでねつなげてみようかなと思います。はい、男性スタッフ岡本優希さんになります。それでは、
繋げれるかな。どうぞ。お、聞こえるかな。聞こえてるかな、こちらの声は。はい、お、お願いします。じゃあ早速質問してみようかなと、はい、思います。じゃあ久米さんからお願いします、はい。まあ、じゃあやっぱりね、うん、皆さん気になる質問、岡本さんはなぜこの鳥越あずり FM に入ったのでしょうか。お、はい、僕は関西に住んでたんですけど、うん、先ほども紹介やったあの高橋社長と、まあ、共通の知り合いがいて、うん、ちょうど仕事を探してたんですけど、東京に放送局あるよって言われて、もうめっちゃワクワクして来ちゃいました。あら、上京してきたと。すごいね、東京とかな。うん。でももう一つ、はい、じゃあ岡本さんがこう、うん、ここで働いていて、面白いな、楽しいなと思ったことは何だったですか。何だったですか。面白い、そうですね、なんか今までの仕事やと、うん、ちゃんと頭使って仕事してなかったなっていう実感できて、なんか物事をちゃんと考えながら段取り組んだりっていう思考する能力がめっちゃ、まだ全然立ってないんですけど、それでも前の自分とは全然成長できたかな、実感できるぐらい成長させてくれます。素晴らしい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。こんな形でズームもねつなげたりできるので、はい、はい、ぜひ、はい、うん、そんな感じでもね放送してますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。岡本ゆうきさんでした。はい、じゃあそれではねもう一人、はい、あれ椅子がこちらにあります。そうですね、さっきから、はい、透明人間が座ってたわけではありません。はい、はい、なのでお、それではねちょっと待ってね、はい、大変なんですこういう機械の操作、はい、はい、でもねこれもねできな慣れなくてもやっぱみんなで一緒にやれるし、そうなんですよ、もう優しい先輩がたくさんいて教えてくれるので、できるから、ね、うん、はい、でじゃあここにね空いてるということで、一人もう一人スタッフの方、はい、尖ったスタッフを、はい、お呼びしたいと思います。うちの局で一番尖ってるんじゃないかなと思います。あら、はい、こちらもね男性スタッフになっております、はい、はい、鈴木亮平さんです、どうぞ。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちゃんと扉を閉めて入ってきました。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあそれでは鈴木亮平さんにお越しいただきまして、はい、はい、じゃあ早速ねこちらの方にも、質問していきたいと思います、うん、はい、はい、じゃあ鈴木くんもね自分と同じぐらいの時期に入って結構まあ1年近く経つと思う、はい、そうですね。じゃあ俺と同じような質問聞いてみようかな。あ、逆にその大変だったこと、うん、そうですね、一番大変だったことは、うん、何かっていうと毎日大変だって記憶がありますね。そう、でもその開局して1年目ぐらいで僕入社したんですけど、何もかもがやっぱスタートしなきゃちゃいけないもので、うん、僕自身もその一員としての自覚とか、うん、そういったものからこう提案してみたり、うん、逆に怒られたりとか、うん、これはこういう方向性とはちゃうでみたいな、うん、そういったのをこう痛感する1年間だったなと振り返れば思うので、うん、全部大変でした。おい、まあ、そうだね。でもね大変なんだけどやっぱ局長ね、我々のね上司が一個一個しっかり向き合ってくれるんで、はい、そうね、何がダメでこうした方がいいよっていうのを言ってくれる、向き合ってくれる人ってなかなかね、うん、そうですね、ありがたい存在だね、うん、じゃあもう一つ質問しようかな、はい、お願いします、じゃあさっきちょっと俺もね同じようなものになっちゃうんだけど、はい、やっぱ長い時間ね働いてますから、はい、面白い楽しいなと思った番組で、番組というかね瞬間的なものってあります。瞬間的なものですか、やっぱトラブルですかね。あるね、生放送ならではのトラブルみたいな時に、うん、人間の地が出ると言いますか、地が出る、それは演者さんだけじゃなくて、うん、スタッフも結構色濃く出るなと思いまして、うん、なんかそういった人間性みたいのをより感じれるところが、うん、こう一番面白いなと僕は思いました、うん、はい、なるほど、いいじゃないですか、いいね、じゃあそれではね何ここにスタッフがいますから、はい、はい、はい、嘘つけみたいな感じで嘘ついてます。じゃあ実際に他にもまだまだいっぱいスタッフがいますから、はい、あの他にね、5名4名
のスタッフがいます、うん、はい、まず、大平瑞希くん、はいはい、佐藤匠海くん、はい、こちらね、あと最後の女性2人、左動画に映ってるおひた左側の方が西山ひなさん、右の方が古川さらさんという方になっています、はい、でそちらの、ね、方の紹介また質問した動画あれ撮ってますので、はい、ぜひご覧いただければと思います、はい、じゃあそれでは動画の方どうぞ。はい、すいません、今ちょっと外出してて外なんですけど、アズーリスタッフの、大平です。それではちょっと質問に答えていきたいと思います。まあ、アズーリを、ラジオを勉強されてる中でなぜアズーリに入ったっていうことなんですけど、僕はまあそのラジオを、まあ、ラジオ構成作家とかそのミックスの技術などを学んでるとある学校に通ってるんですけど、ちょっと自分の将来の夢はやっぱラジオ局でちょっと働くことが夢だったので、まあ、そのノウハウをどっかでちょっと一回試してみたいなっていうのと、その生放送というものがちょっと経験していた方がためになるんじゃないかと思って、自分はこの曲を選びました。はい、質問2ですね。アズーリで働いてて面白いところ、これはもうたくさんありますね。もういろんな演者さん、もういろんな番組、たくさんの番組があるので、その演者さんたちとその一つの番組を作っていくっていうそのものが面白いですし、やっぱスタッフ皆さんも仲がいいので、もう毎日が楽しく過ごしています。はい、以上アズーリスタッフの大平でした。ありがとうございます。はい、じゃあ質問です。一、はい、つ目、はい、アズーリで働いていて楽しいことは何ですか？本格的に番組に携われることです。おお。じゃあ、はい、二つ目です、はい、あなたにとって鳥越アズーリ FM とは？面白い場所です。ありがとうございます、はい、アズーリでバイトを始めた理由は何ですか？話のネタになるかなと思って始めました。はい、面白かった放送は何ですか？全部面白いです。じゃ あなたにとって鳥越アズリ FM とは？素直に笑える場所、第二の故郷。はい、あれなんか急におじさん出てきたと皆さん驚いてらっしゃいますでしょう。皆さんはじめまして、トリワイズ FM 局長の小町と申します。よろしくお願いします、ね、こうやってスタッフが自主的にスタッフ募集の動画を作ってしまえる、そんな放送局がこのトリワイズ FM、まあ、題して日本一尖った放送局と言っています。ね、まあ、どう尖ってるかと、まあ、番組見ていただくといろんな、まあ、見たことないジャンルの番組をこれ放送して大丈夫かという番組たくさんあります。でもね、そこじゃないんです。実は鳥越アズーリ FM、 やっぱりこうやって自主的にみんなが動けば何でも作れてしまう、そんな会社です。そして番組を作ることが目的、なんか面白い企画をすることが目的ではなくて、皆さんの人生に違いを作る、これを目指しています。これはね、番組をお持ちの方も皆さんそうなんですが、やはりこのスタッフも放送局で働くなんて想像つかなかったと思います。それぞれスタッフ一人一人の成長を願い、スタッフの人生に違いを作る、そんな会社でございます。さあ、ぜひ皆さんどしどし応募お待ちしてます。トリワーズリーフェムで一緒に働きましょう。はい、アズリにおいでよ、待ってます。
はい。さあ、始まりました。アズーリにおいでよのお時間です。イエーイ。はい、就職先、アルバイトやお仕事、お探しになっている方、皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回番組の MC を担当させていただきます、竹内渉です。はい、サブ MC の久米夏美です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まず初めにこれやんないといけないんですよね。そうですね。ちょっとね、いつもねこっち側だからね。そうなんですよ、スタッフ側だから、ね、これやったことないんでちょっと初めてなんですけど、ちょっと優しく見守っていただけたらと思います。とまず私たちマスクしてないんですけれども、はい、ちゃんとねスタジオ内感染症対策できております。演者スタッフの検温を行っております。換気50分に1回行っております。番組入れ替え時スタジオ内すべて消毒しております、除菌機器トレイルフレッシュというものを導入しておりますので、我々ねマスクなしで放送できております。はい、はい、こういうねアクリル板とかも、ね、そうなんです、ちょっと動かして、はい、やってますので、はい、はい、ご安心してご覧いただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ実際にね鳥越あずい FM とは一体どんなラジオ局なのか、はい、分かんない方が多いと思いますのでご説明の方させていただきます。はい、お願いします。はい、日本一尖った放送局ということで掲げまして、はい、2020年10月10日約2年前ですね、うん、開局をしました。はい、我々は業界最大数への価格で番組枠を販売し、誰もが平等に冠番組を持つことができる放送局です。はい、でその有名人の方、著名人の方、他に一般の方々、我々みたいなね若い人も持つことができます。はい、はい、例えば、ニッチだけど、特定の根強いファンがいる、うん、はい、他局ではできない自由な表現ができる、うん、他局では見られない MC がリラックスした姿を見られる、はい、例えば夫婦でやってる方がいらっしゃいますからね、うん、そうですね、はい、はい、あと視聴者、我々スタッフが参加して作り上げる番組、うん、はい、なかなかねこのような番組ないと思います。なかなかないですよ、はい、実際このスタジオと、はい、スタッフルームがガラス越しで見えてるので、はい、リアルタイムで、スタッフと演者さんがコミュニケーションを取りながら番組を作っております。はい、はい、このように、鳥越あずーり FM では日本一とかった放送局ということで、発言、何でも言って大丈夫です、うん、あら、はい、いいですか、下ネタだったりとか何でも好きなこと言って大丈夫です。今日も大丈夫です。今日も大丈夫です。なるほど、はい、行為行為についても基本的には NG ないです、はい、なんですけど、もう自由なんですけども、うん、特定の方への、誹謗中傷だったりとか、暴力行為はダメです、うん、はい、そこだけはちょっと禁止の方させていただきます。はい、ありがとうございます。はい、そんな我々は他のテレビ局ラジオ局などのメディアでは見ることができないような番組作りを目指しております。はい、はい、ということで、まあ、今回ね我々スタッフが、まあ、なんで番組をやってるかと言いますとですね、はい、まあ、就職先、うん、アルバイトやお仕事を探されている皆さんに、うん、ぜひとも、うん、ぜひとも鳥越あずーり FM に入社していただきたくですね、うん、鳥越あずーり FM を知ってもらうための番組、うん、やっちゃおうじゃないかということで、はい、はい、じゃあそれでは番組タイトル、はい、もう一度やりましょうか。はい、はい、行きましょう。せーの、あずりにおいでよ。地味きついっす、はい、今ね、はい、こちら流れております、うん、BGM こちらですね、鳥越あずーり FM のテーマソング、慣れるものになれという楽曲になります。はい、聞き慣れておりますよ我々、はい、はいはい、でこの曲は、うちの、ね、会社であります、代表高橋代表が、高橋秀樹社長が、うん、作詞を手掛けました、はいはい、こちらの高橋秀樹さんというのは、まあ、某有名な俳優さんではなく、じゃないんですね、同姓同名なんですけど、うん、高橋秀樹さんに付けられました、はい、そしてこの歌詞に関西で活躍されているマルチリンガルシンガー、はい、シオンさん、シオンさん、はい、こちらの方もね番組持ってる方、そうなんですよ、この方が作曲、歌を乗せて完成されたのがこの慣れぬものになれとなっております、はい、ね、本当に自然と乗っちゃうっていうね、うん、これもね、そう、覚えやすいし、で歌詞もなかなかね聞かない、いやそうなんですよ、はい、頭から自分を殺して、なんか本当の自分を殺してきたっていうすごいなかなかね、やっぱ社長らしい歌詞だなと、はい、はい、ということで、まあね、この音楽とともに、はい、ね、ぜひお付き合いいただけたらなと思います、はい、ではですね早速、まあ、私たちがね実際にどんなお仕事をしているのか、はい、まあ、どのように生放送が行われているのかをご紹介していきたいと思います、はい、まずはですね生放送が行われる1時間前から、はい、番組 MC ゲストの方々とですね放送の流れですとか放送で使用する画像
動画、音楽、まあ、宣伝素材などですね、確認してどのタイミングで使用するのか、打ち合わせをしていきます。はい、うん、これを、鳥越あずうり FM では進行と呼んでおります。この、ね、進行が終わったら、我々、ね、スタッフが、うん、まあ、こんな感じで放送しますよっていう我々スタッフ同士の、準備をして、ね、実際に MC の方々こちらのスタジオにお呼びして、はい、放送時間になったら放送開始するということになります。はい、じゃあそれではね、実際に、うん、まあ、どんな打ち合わせをして、そうですね、どうやって打ち合わせをしてね、うん、そしてどういう風な生放送が行われているのか、ちょっと撮影をね、はい、しましたので、ぜひ動画の方をご覧いただければと思います。はい、それでは動画の方どうぞ。失礼いたします。はい、はい、こんな感じでね、演者さんに今後担当させていただきます。岡本と申します。自己紹介もちゃんとしてます。はい、これは楽屋ですね。そうですね。アズネットからの放送よろしくお願いいたします。お願いします。ちゃんと挨拶もして。本日なんですけども、スタジオ入りから2名様で。そうですね。スタジオ内にね、はい、何人入るのかっていう確認をしておりますね。これは。あの今ね、コロナ対策もありまして、4人までしか一応入れないということになっているので、その確認をしております。うん、人数によってね、マスク必要だったり必要じゃなかったりしますから。アズネットスタッフ、かける。そうね、これはツイッターの方で載せたり、ね、告知したりしてる。そうなんですよ。ちゃんとね、お名前間違いないかとか、肩書きどうするかっていうのをね、ちゃんと直接確認しております。まあ、こうやってね、コミュニケーションを取りながらこう番組一緒に作れるっていうのはアズリだったかもしれないですね。あ、でこれがなんかあれ、これ生放送のさっきの演者さんとなんか同じようにいますけど、ね、そうですね、あれ同じ人間が立ってますけど、これ私だなこれね、実際な、はい、生放送中のスタッフの様子ですね。これ実際に MC の方も我々にね、すごい話を振ってくれてるんですけど、めっちゃウケてるこんな感じでね、この方はね、あの、結構ね、あの 年配というか、はい、あのベテラン俳優さんなんですけど、こちらの方はね、もうね、下ネタ大好きでめっちゃ俺らに振ってくるんですよね。これこっちでなんかエッチな SE 入れてるんですよね。こうやって我々も楽しむ、はい、MC の方も楽しむという形で、めっちゃ笑ってる、はい、これがね、ずっと常に一日中続くという感じで、本当50分爆笑して終わるみたいなことなんて、そうだね、たくさんありますからね、うん、ちゃんとね、カンペを出して、うん、はい、うん、今あれですかね、番組が終わる何十分前ですよっていう、そうだね、はい、うん、こんな感じですよ、うんうん、でもっとね、ちょっとね、生放送なんで緊張した裏側なのかなって多分ね、うんうん、イメージしてる方もいると思うんですけど、意外とこんな感じで、うんうん、ね、ラフな感じですよね、みんなで楽しくやって、うん、まあ、もちろんね、機械操作とかもある、ね、まあ、そうなんですけどね、うん、それをね、全然こういった面白さというのはね、うん、なかなかアズーリ特有なものではないかなと思います。はい、ということで、はい、これご覧いただいた動画のような形で、はい、放送しております。はい、はい、これが、ね、常に1時間おきのセットになってて、これがどんどん番組が次々と、そうですね、でもこの俺アズリの面白いなと思うところは、はい、さっきみたいな、例えば俳優さんの番組があると思ったら音楽始まって、うん、昼からさ音楽始まって、うん、あいいだなと思ったら次エッチな番組始まったりとか、うん、したと思ったらなんかね、すごい、うん、また真面目な番組戻ったりとか、うん、なんかすごい10人態度とかめちゃめちゃいろんな番組が ね連続する、これはやっぱアズーリならではの、うん、ほんとジャンルもないし、はい、いろんな番組が楽しめます、ね、うん、はい、はい、ということで、今先ほどね、どんな感じになってるかというと見ていただいたんですけど、はい、うん、実際にね、どんなスタッフの方々が働いているのかという疑問もね、持っている方もいると思うので、うん、まあ、我々私たちお二人、ね、他にも、男性スタッフ女性スタッフ、いらっしゃいます、はい、ちょっと実際にね、働いてみて、うん、まあ、どういう感想、どういうふうに思ってるのかなみたいな質問を、しながら、進めていこうかなと思っております。はい、急にインタビュー、はい、させていただこうかなと思います。はい、まずね、じゃあ私から、こちら久米さんにね、はい、質問の方2点ほどさせていただきたいと思います。はい、そもそもなぜ鳥越あずり FM に入社したのでしょうか。おお、まあ、これはね、大切な質問ですね。私はですね、もともと大学でこう放送部というものに入っておりまして、まあ、そこでこう校内に流れるラジオでパーソナリティをしたり、あとイベントで MC をしたりっていうのをやっていたことをきっかけに、こうたまたま本当にコミュニティ FM でボランティアを
することになりまして、でそこで実際にこう生放送でパーソナリティをやったり、こうミキサーでねこう音の操作をしたりっていうのをやってて、で実際にこう地域メディアっていうものに関わった時に、こう何ですかね、災害が例えば起きた時ですとか、あとはそうですね、なんか地元に住んでて自分の地域に住んでいて本当に必要な情報ってこうなかなかマスメディアでは入ってこないっていうのをすごく実感して、なのでその地域密着型の情報発信っていうのはすごくなんか、まあコロナもあったおかげでというか気づきまして、なんか自分もそうやってなんか人に密着したというか、なんか本当にピンポイントでこの情報を求めてるっていう人になんか情報を提供できる人になりたいなと思って、こう探してたらたまたま見つけてっていう感じで、はい、入社に至りました。なるほど、はい。じゃあそれではもう一つ、はい、まあね、女性としてももしかしたらあるかもしれないですけど、はい、まあ、働いてみてね、何か不安なこととかあったりしましたか？まあ、でもやっぱり最初はね、機械操作がどうしても多くて、こうパソコンだったりスイッチャーだったりサンプラーをしたりっていうのがあって、でもその操作がもう頭がこんがらがっちゃうというかテンパるっていうのがあったんですけれど、まあ結局ね慣れな部分もあったり、で一番はやっぱりこの曲はその間違えることっていうよりもやっぱり演者さんとコミュニケーションをちゃんと取れてるかっていうのをあの大事にするので、なんか本当に準備できてなくて待ってほしいなら待ってくださいって言っていいよっていう環境なので、なんか今はその間違える恐怖よりも、なんか生放送で何が起こるかなっていう、なんかそういうなんか楽しみに変わっていて、なんかそういう面では本当に他の放送局とか、なんか番組ではないものなのかなっていうふうに感じますね。確かにそれは確かに本当に自分も働いてたと思います、はい、ありがとうございます、はいはい。でまあ私はねちょっとまだ入社して間もないんですけれど、竹内さんはね結構長い、そうだね、もう1年ぐらい、聞いておりますが、逆に、はい、あの竹内さんがこう、何ですか、働いてて大変だったこととかありますか？そうだね、なんかクイズみたいになったけどそうだね、いややっぱり自分はもともとその舞台制作とかやってたから、機械操作とか、はい、その打ち合わせするとかは全然慣れてたけど、そうだね、コミュニケーションを取るっていうか、その、いろんな人がいて、でしかも取るプラス、はい、この決まってる時間っていうのがある、ね、生放送50分間、で、ね、で入れ替えの時の10分間、その我々がやる時間が決まってて、その中で、いろんな仕事が例えばあったとして、はい、それをどう、うちの局は一人で仕事はしてないんですよ、みんなでチームで一緒に頑張ろうっていうところになってるので、そこでじゃあ俺これちょっとできないからこれお願いしていいとか、これ一緒にやろうとか、みんなでこう一緒の仕事何かこう作るっていうのは、なかなかそれを一緒にやるのも大変だし、そこを一緒にチームでやるっていうのはなかなか仕事はなかったかな。部活とかはやっぱあったけど、仕事としてやるってなった時にめちゃめちゃ難しいのかなとは、大変だったな。臨機応変な対応が求められるというか、その臨機応変な対応、そうだね、だからそれもやれるようになって自分もまた新たな成長できたかなと、はい、思います。なるほど、はい、素晴らしい。じゃあまあ逆に、あの働いてて面白い、楽しいみたいな思ったことってどうですか？そうだね、やっぱりね、日本一尖ったFM ってことで、やっぱいろんな番組が、やっぱもちろんあるわけでしょ、で、あのこれ大丈夫なのみたいなこととかある全然あるし、はい、なんかそれをやっぱ聞けるところとかできるところって、すごくこのトリゴイアズレーヘムならではなのかなと。でもちろん俺だからスタッフもとんがってるなと思うし、局長うちの人やっぱ代表もとんがってますよ、やっぱそこがやっぱ刺激を求めたくて、普通の会社にいても面白くないなと思って、やっぱそこの面白さは一緒にこの常に働いてても面白い、と思います。これはやっぱりアズリー FM のならではなのかなと思います、はい、はい、ということで、もうねすでにね魅力がたくさん溢れてると思うんですけれども、まだまだねちょっといろんなスタッフがいて、そうだね、はい、紹介していきたいんですけれど、ちょっとここでね一つ、うちではこんなことができるんだよっていうのをね、見せつけようじゃないかということで、今ねだってスタジオで我々がいるんですけど、そうなんです、来れないっていうか、今このコロナのことがありますから、ズームでつなげれるということを我々と中継もできちゃうと、はい、中継です、なので外の台風でもやれちゃいます。お、はい、じゃあ怖いものなし、実際にねズームでねつなげてみようかなと思います。はい、男性スタッフ岡本裕樹さんになります。それでは、
繋げれるかな。どうぞ。お、聞こえるかな。イエーイ。お、お疲れ。聞こえてるかな、こちらの声は。はい。お、お願いします。じゃあ早速質問してみようかなと、はい、思います。じゃあ久米さんからお願いします、はい。まあ、じゃあやっぱりね、うん、皆さん気になる質問、岡本さんはなぜこの鳥越あずり FM に入ったのでしょうか。お、はい、僕は関西に住んでたんですけど、うん、先ほども紹介あったあの高橋社長と、まあ、共通の知り合いがいて、うん、ちょうど仕事を探してたんですけど、東京に放送局あるよって言われて、もうめっちゃワクワクして来ちゃいました。あら、上京してきたと。すごいね、東京都から。うん。でももう一つ言う。はい。じゃあ岡本さんがこう、うん、ここで働いていて、面白いな、楽しいなと思ったことは何だったですか。何だったですか。面白い。そうですね。なんか今までの仕事やと、うん、ちゃんと頭使って仕事してなかったなっていう実感できて、なんか物事をちゃんと考えながら段取り組んだりっていう思考する能力がめっちゃ、まだ全然立ってないんですけど、それでも前の自分とは全然成長できたかな、実感できるぐらい成長させてくれます。素晴らしい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。こんな感じでズームもねつなげたりできるので、はい、はい、ぜひ、はい、うん、そんな感じでもね放送してます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。岡本ゆうきさんでした。はい、じゃあそれではねもう一人、はい、あれ椅子がこちらにあります。そうですね、さっきから、はい、透明人間が座ってたわけではありません、はい、はい、なのでお、それではねちょっと待ってね、はい、大変なんですこういう機械の操作、はい、はい、でもねこれもねできな慣れなくてもやっぱみんなで一緒にやれるし、そうなんですよ、もう優しい先輩がたくさんいて教えてくれるので、できるから、ね、うん、はい、でじゃあここにね空いてるということで、一人もう一人スタッフの方、はい、尖ったスタッフをお呼びしたいと思います、はい、うちの局で一番尖ってるんじゃないかなと思います。あら、うん、はい、こちらもね男性スタッフになっております、はい、はい、鈴木亮平さんです、どうぞ。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちゃんと扉を閉めて入ってきました。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあそれでは鈴木亮平さんにお越しいただきまして、はい、はい、じゃあ早速ねこちらの方にも、質問していきたいと思います、うん、はい、はい、じゃあ鈴木くんもね自分と同じぐらいの時期に入って結構まあ1年近く経つと思う、はい、そうですね。じゃあ俺と同じような質問聞いてみようかな。あ、逆にその大変だったこと、うん、大変だったこと、そうですね、一番大変だったことは何かっていうと、うん、毎日大変だって記憶がありますね。そう、でもその開局して1年目ぐらいで僕入社したんですけど、何もかもがやっぱスタートしなきゃちゃいけないもので、うん、僕自身もその一員としての自覚とか、うん、そういったものからこう提案してみたり、うん、逆に怒られたりとか、うん、これはこういう方向性とはちゃうでみたいな、うん、そういったのをこう痛感する1年間だったなと振り返れば思うので、うん、全部大変でした。おい、まあ、そうだね。でもね大変なんだけどやっぱ局長ね、我々のね上司が一個一個しっかり向き合ってくれるんで、はい、そうね、何がダメでこうした方がいいよっていうのを言ってくれる、うん、向き合ってくれる人ってなかなかね、うん、そうですね、ありがたい存在だね、うん、じゃあもう一つ質問しようかな、はい、お願いします、じゃあさっきちょっと俺もね同じようなものやっちゃうんだけど、はい、やっぱ長い時間ね働いてますから、はい、面白い楽しいなと思った番組で、番組というかね瞬間的なものってあります。瞬間的なものですか、やっぱトラブルですかね。あるね、生放送ならではのトラブルみたいな時に、うん、人間の地が出ると言いますか、地が出る、それは演者さんだけじゃなくて、うん、スタッフも結構色濃く出るなと思いまして、うん、なんかそういった人間性みたいのをより感じれるところが、うん、こう一番面白いなと僕は思いました、うん、はい、なるほど、いいじゃないですか、いいね、じゃあそれではね何ここにスタッフがいますから、はい、はい、はい、嘘つけみたいな感じで嘘ついてます。じゃあ実際に他にもまだまだいっぱいスタッフがいますから、はい、はい、あの他にね、5名4名
のスタッフがいます、うん、はい、まず、大平瑞希くん、はいはい、佐藤匠海くん、はい、こちらね、あと最後の女性2人、左動画に映ってるおひた左側の方が西山ひなさん、右の方が古川さらさんという方になっています、はい、でそちらの、ね、方の紹介また質問した動画あれ撮ってますので、はい、ぜひご覧いただければと思います、はい、じゃあそれでは動画の方どうぞ。はい、すいません、今ちょっと外出してて外なんですけど、アズーリスタッフの、大平です。それではちょっと質問に答えていきたいと思います。まあ、アズーリを、ラジオを勉強されてる中でなぜアズーリに入ったっていうことなんですけど、僕は、まあ、そのラジオを、まあ、ラジオ構成作家とかそのミックスの技術などを学んでるとある学校に通ってるんですけど、ちょっと自分の将来の夢はやっぱラジオ局でちょっと働くことが夢だったので、まあ、そのノウハウをどっかでちょっと一回試してみたいなっていうのと、その生放送というものがちょっと経験していた方がためになるんじゃないかと思って、自分はこの曲を選びました。はい、質問2ですね。アズーリで働いてて面白いところ、これはもうたくさんありますね。もういろんな演者さん、もういろんな番組、たくさんの番組があるので、その演者さんたちとその一つの番組を作っていくっていうそのものが面白いですし、やっぱスタッフ皆さんも仲がいいので、もう毎日が楽しく過ごしています。はい、以上アズーリスタッフの大平でした。ありがとうございます。はい、じゃあ質問です。一つ目、はい、アズーリで働いていて楽しいことは何ですか？本格的に番組に携われることです。おお。じゃあ、はい、二つ目です、はい、あなたにとって鳥越アズーリ FM とは？面白い場所です。OK、 ありがとうございます、はい、アズーリでバイトを始めた理由は何ですか？話のネタになるかなと思って始めました。はい、面白かった放送は何ですか？全部面白いです。じゃ あなたにとって鳥越アズリ FM とは？素直に笑える場所。第二の故郷。はい、あれなんか急におじさん出てきたと皆さん驚いてらっしゃいますでしょう。皆さんはじめまして、トリワイズ FM 局長の小町と申します。よろしくお願いします、ね、こうやってスタッフが自主的にスタッフ募集の動画を作ってしまえる、そんな放送局がこのトリワイズ FM、まあ、題して日本一尖った放送局と言っています。ね、まあ、どう尖ってるかと、まあ、番組見ていただくといろんな、まあ、見たことないジャンルの番組をこれ放送して大丈夫かという番組たくさんあります。でもね、そこじゃないんです。実は鳥越アズーリ FM、 やっぱりこうやって自主的にみんなが動けば何でも作れてしまう、そんな会社です。そして番組を作ることが目的、なんか面白い企画をすることが目的ではなくて、皆さんの人生に違いを作る、これを目指しています。これはね、番組をお持ちの方も皆さんそうなんですが、やはりこのスタッフも放送局で働くなんて想像つかなかったと思います。それぞれスタッフ一人一人の成長を願い、スタッフの人生に違いを作る、そんな会社でございます。さあ、ぜひ皆さんどしどし応募お待ちしてます。トリワーズリーフェムで一緒に働きましょう。はい、アズリにおいでよ、待ってます。
し続けてきた。きっとの言葉だけを友達にして、周りの大人は誰も、周りの友達も誰も、慣れぬものの定義はもうたくさん。
締めるから。